いらっしゃいませ。どうも、はいゆるたまです。ということでね、今日はですね、今流行りの LINE で、ある公式アカウントがあるんですよ。そこに自分のね、好きな言葉を送ると、そのイメージ通りの画像が出てくる AI ボットみたいなのがいるんですよ。今日はですね、それを使って、自分の理想のですね、イメージを AI に作ってもらおうと思います。言葉で言ってもね、どういう感じかわかんないと思うんで、ちょっとやっていきますか。で、その名前が、お絵かきバリグッドくんっていうんですね。こちらですね。友達91万人もおる。で、俺ね、ちょっとやってみたんですよ。ちょっとこれ見て。俺はちょっとまず試しで、うんこを食ったアザラシっていうね、文章を送ってみました。そしたら、全然うんこ食ってないんだよ。おかしくない？いや、これマジで、ちょっと疑っちゃってるんだけど、まあでも、可愛いアザラシよね。可愛いアザラシは出てきた。でも、うんこは食ってないんだよね。だから、さらに、うんこ味のアザラシって送りました。で、そしたら、全然普通のアザラシ出てきたんだよ。まあ、それでもちょっと俺諦めたくない。うんこ食ったアザラシが見たい。だから、次は、うんこアザラシっていうね、シンプルな言葉を送ってみた。そしたら、ちょっとね、片鱗が見え始めてきたんだよ。見てください、こちら。手が、うんこっぽくなってんだよね。すごくない？これ。で、顔もちょっとこれ、トグロを巻いてるようなうんこに見えるんだけど。違うかな？違うかなこれ。こんなつぶらな瞳のアザラシをね、ちょっとうんこ食いのアザラシにしようとしてんだけど、いや、惜しいなって思ってきて。じゃあ次は、のぐそアザラシ。ちょっとこれは、テイストを変えてみた。これでのぐそをしてるアザラシが出てくんじゃないかって思ったら、見てください。これ今、のぐそ中らしい。結局、海中にいるから、うんこしてるかどうかわかんないんだよね。そうなんだよね。だからダメだと思って、のぐそアザラシはダメなんだよ。初心に帰りました。うんこ食べてるアザラシ。これはもう譲れない。うんこ食べてるアザラシが見たい。俺は。で、出てきたのがこちらです。来ました、これ。ついに、うんこを食べてるアザラシ。ちょっと待って、ちょっと、ごめん。食事中の人ごめんね、本当に。動画の一番冒頭に持ってくるもんじゃねえ、これ。でも俺は、こいつが本物が試したんだよ。そしたら本当に、ちょっとこちらね、うんこかレーズンか、それともタニシかわかんないっすよ。これわかんないっすよ。でもね、ちゃんとね。このうんことツーショット撮ってるアザラシが出てきたわけよ。いや、これすごくない？でも俺はさ、本当にうんこをちゃんとこう口に入れてるね、アザラシ見たかったんだけど、ちょっとダメかなこれ。この AI ボットくんダメかな。うん。ということでね、こんな感じです。こっからが本番だからね。さあ、俺が見たいのは、これがね、Twitter で話題になった時に、一番最初に思いついた文章を打ってみていいか。ヒカキン VS セイキン。いや、これですよ。もうこれが見たかったね、俺。今、ライジンとかの格闘技とか流行ってるじゃないですか。多分、日本中一番見たい戦いなんじゃないこれが。俺はそう思った。ということで、行ってみようか。頼むよ！ヒカキン VS セイキンのこの兄弟喧嘩見たいの。日本一の兄弟喧嘩が見たいの、俺は。え、来た来た来た！え？なにこれちょっと待って。アニメになりました。それも、これはどういう、なんか中国のコピーアニメみたいだな、これ。VKZ。どういうことだ？これ、セイキンで、なんかもう、スキル感みたいな感じで、スキル感みたいな。ちょっと、これダメじゃない？ねえ、これ、まがいもんじゃない？やぶだよ、やぶ。わかったわかったわかった。打ち方間違えた。ヒカキンと、セイキン。俺ね、カタカナで打っちゃったから、アニメみたいになっちゃったのかな。ヒカキンと、セイキンの、兄弟喧嘩。これで出るだろう。俺はこの喧嘩が見たい。日本一の。だってえ？さっきのアニメの一部シーンかなこの上のやつ。これパッケージというか、なんかポスターでしょ？これヒカキン VS セイキンのポスターで、これアニメの一部シーンです。顔いっちゃってるよ、これ。セイキンさんかなこっちが。ね、有名な宇宙人みたいな画像あるけど、あれのアニメバージョンかなこちらヒカキンさんなんですけど、目がいっちゃってる。黒目がもうないもんね。黒目失いかけてるもんね。ちょっと待って、おかしいってこれ何と間違えられてんの？待って待って待って。ヒカキンとセイキンのキス。俺、やばいもん打っちゃったかもしんない、これ。みんな。ごめん。これ食事中の人ごめんね、本当に。そんなこと言ったら、お二人に失礼かもしれないが、俺は、これが見たいんだよ。俺はな、何これちょっと待って少女アニメになったそして目がまたいっちゃってんのよ。呪術廻戦の虎杖悠仁のあの横の傷みたいな、傷というかなんか模様みたいに出とる。ちょっと待って。ガキンさんとセイキンさんのキスは、やっぱ少女アニメ級のロマンティックな感じよ、やっぱり。こうなっちゃうんよね。映画化したらこうなります。待って、ヒカキンさん単体でやったらどうなんの？マジ、ヒカキンさんをどういう認識でいるの？ AI は。どういうことなの？ヒカキンで打ってみるよ。いくよ。どういうこと？盆栽になりました！ヒカキンさん盆栽。怖いんだけど。もう意味わかんない。お前何考えてんの？本当に。後ろは何でしょうかこれ。腕時計の中身かなこれ。時計仕掛けの盆栽これ。新しいコナンの映画かな？じゃあ、セイキンさんどうなんの？セイキンさんはもしかして何者なの？セイキンさんどうなの？これで宇宙人来たら、マジ、怖いんだけど。いや、めっちゃなんかかっこいいの出てきた。なんかインドとかにこういうタバコの銘柄ありそうだな。宇宙語じゃないこれ。やっぱりセイキンさんって宇宙人だったんじゃないこれ。これ明らかに地球の字じゃないよね。怖いんだけど。じゃあ次は今話題の朝倉未来さん。こちらは AI にどう認識されてんのか。これ限界があるんか。限界があるみたい。一日で書ける。マジかよ。変なアザラシで使っちゃったよ。ちょっとまた明日やるか、これ。はい、ということで、次の日になりました。動画ではね、一瞬だと思うんだけども。この前は朝倉未来って書いたんだけども、これだけじゃちょっと足りないから、朝倉未来が、メイウェザーをボコボコにした試合。これいいんじゃない？みんなこれが見たかったと思うんだよ。いや、これは AI がどう判断するか。いくよ。多分わかると思うんだけどね。どう判断してこれ絵を作るのかわかんないんだけど。どういうこと？ちょっと待って。すごいな。でも、ちょっと待って。足が変な方向行っちゃってるな。いや、メイウェザーっぽいのはいるけど、左が朝倉未来じゃないぞ。全然違う人だ。腕もなんかおかしいし、肘がなんかロボットみたいに曲がっとるし。待って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 。待って。腰から手が出とる。メイウェザー千手観音説あるこれ。ちょっと待って、朝倉未来がわかんないか、AI 君。朝倉未来で打ってみるか。ちゃんと認識されてないもしかして。どうだ？ AI 君わかってるのか？何これ？朝倉未来のお墓？なんて書いてあんのこれ。意味わかんねえ。朝倉未来が認識されてないのか。朝倉未来さんはもう死んだことになってんのかわかんないんだけど。ちょっと待ってよ。いや、これ見たかったな。わかった。よし、思いついたぞ。ヒカキン・メイウェザーの路上喧嘩。いや、これはみんな見たいですよ、実際。すごいよ、これ格闘技ファンじゃない人も、この試合は絶対見に来るよ。しかも路上喧嘩、タダで見れます。誰やねん、これ。何頭身よ、これ。待って待って、腕繋がっちゃってんだけど、これ。どうなってんの、これ。あ、ほのかにこれ、ヒカキンって書いてあるかも。すごい。こっち、メイウェザーってほのかに書いてある気がする。そして、後ろはなんと心霊写真です。怖いって、これ。なんかみんな、ムンクの叫びみたいな人たちがいっぱいいる。怖いよ。ダメだ、これ。次は、ドラえもんとアンパンマンとルフィの頂上決戦ということでね。これはみんな見たいでしょう。これ日本全国民見たいでしょう。日本を代表するアニメの頂上決戦です。いきます。それぞれね、違うジャンルといえば違うジャンルだからね。でも、それでも主人公の戦いだよ。何これ？めちゃくちゃ芸術的になった。これは頂上決戦なのかな？これはピカソ並みの画家が描いてる、もしくは、マジでいっちゃってる人が描いてる絵だよね、これ。これ、ドラえもんっぽくない？ドラミちゃんと合体してないワンちゃん。あ、一応なんか見てこれ。足組んで喧嘩っぽくなってる。戦ってるっぽくなってるね。こっちがマジでわかんねえ。なんか浮き輪に顔うずめたみたいな。怖くなってきたこの AI。俺はどうなんだろう。ハイグレタマオ。ヒカキンのコラボ。これいつか実現したい夢のまた夢の話なんですけども、どう AI が俺の夢を叶えてくれるのか見物ですねこれは。俺の理想郷を作ってくれ。え怖いちょっと待って。2150年ぐらいにもう体サイボーグになった時のコラボレーションですかこれ。これ明らかマネキンだよね。服屋の。え、マジで意味がわかんないんだけど。顔がホラーすぎる。で、これねお股どうなってるのこれ。お股が腰まであるよ。足が長すぎるのか、お股避けてんのか、まるでわかんないんだけど。でも髪型ちょっと俺っぽくないこれ。で、こっちヒカキンさんかなバッグの店っぽいな。え、なんだろう。うわ、なんかいいの思いついた。1000年後の YouTube。こういうのマジで気になる。俺都市伝説とかめっちゃ好きだからさ。ちょっとマジでこれちょっとワクワクする。AI がこれどんな判断すんのか。1000年後の YouTube はどうなっているか。これなんかもう大喜利だよな。普通に大喜利っぽくなってるもんな。1000年後の YouTuber、こちらです。なんか未来っぽいメガネなのか、目がもう魚みたいになってるよ、もうこれ。だからもう目が機械化してるんだよね、これ。目にレンズをもう入れてるんだよ、これ。で、これは、1000年後の吉生だよね、きっと。で、ちょっと怖いな、これ。でもなんか上、TikTok っぽいマークあるな、ここに。左上。わー、でもすごいな。なんかそれっぽい。やばい。我慢できなくなってきた。課金と、はじめ、社長の、交尾。我慢できないよ、もう。こういうことやりたくなっちゃう男の子だから。男の子だから、こういうことやりたくなっちゃうんですもん。気になってしょうがないんだよ、僕は。これ見なきゃ夜も眠れません。いつも少女漫画っぽくなるの？やっぱヒカキンさんそういうの求めてるんだ。やっぱヒカキンさん純粋そうだもんね。忙しいけど、こういう恋愛がしたいんだね。はじめ社長のことこういう目で見てたんだ。そういうことなんだ。ああ、素晴らしいな。素晴らしいものを提供してくれるな、この AI は。あ、いや、めっちゃ気になることあるわ。セイキンさんの嫁ってどんな人なんだろう。写真のモザイク越しにはめちゃくちゃね、綺麗系のね、感じが伺えるけど。嘘でしょ。あ、こんな感じなんだ、セイキンさんの嫁。そして、いつの時代よ。あと、何このセイキッキみたいな。セイキッキーズみたいな。ポンキッキーズみたいに書くなよ。なんだこれ。頭がお尻みたいになっとるやん。いやー、なんか家庭的で良さそうですね。こういう感じはみんなさん、セイキンさんの嫁の顔、わかりました、これで。じゃあ、ヒカキンの将来のお嫁さんは？ヒカキンさんはどういう人と結婚するんでしょうか？いや、俺ヒカキンさんね、あと数年したら結婚すると思うんだよね。そろそろ安泰に、ちょっと待って。やっぱそっち系なんだ。え、マジで、何回やってもこういう感じだね、ヒカキンさん。こういうなんか二次元の、本当に清楚系が大好きなんだ、ヒカキンさん。いや、わかるよ。わかる。こういう感じいいよね。でも本当にこういう方とね、結婚したら、マジでこれ予言の AI になるよ。すごくない？そしたら、最後に、全国民が気になってること書くわ。ワンピースとは何か。これは永遠の課題じゃない？クライマックスに入ってるワンピースだけども、いろんな説があるじゃん。お宝なのか、今まで築き上げたその人間関係の輪なのか、ひとつなぎの代表校ワンピースとは何か、これを教えてください。え、めっちゃ時間かかってる。えちょっと待って。バケモンだ、俺。全員ルフィやん、これ。なあ。メリーゴ化け物になっとるやんけ。サニー号か、今。ゴムゴムの実食ってないやつがゴムゴムの実食ったことになってるぞ。誰や、このおっさん。ルフィの50年後みたいなな。あかんわ、俺は。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、この AI ね、多分どんどん進化していくと思います。今後、この AI 進化したら、今後の未来を映し出してくれるんじゃないかなと、俺は思う。だからこの AI の発達に期待しましょう。それでは皆さんもね、ぜひこれ LINE で気軽にできるんで、自分で作った画像、Twitter に送ってください、リプライで。この動画のツイートにぜひ皆さん貼り付けてみてください。はい。それでは皆さん、またお会いしましょう。それでは、See you next time!